こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日は侍のジョブクエの続きをやります。冒険録を使って一気にレベル70までブーストさせた分の強くてニューゲームの続きですね。レベル60から70までがまだありますのでやっていきます。ではまずこの強くてニューゲームの侍の2だと思う。これを開始する。はい、そうするとほら、冒険者ギルドの中に机が受けれる人が出てきてるんで、あ、桃地語、凛とした女侍。そういや、この宿に戻ったら東の国からじいさんを訪ねてきた人がいたんだ。凛とした女の人でさ、刀を刺していたから侍なんだと思う。死んじまったなんて俺からはとても言えなかったよ。酷な役回りを押し付けるようで悪いんだけど、ミンから伝えてやってくれないか。その人はクイックサンドの前にいる。凛とした女侍だからすぐにわかるだろうさ。わかりました。あれじゃない？赤星組の衣装じゃない？はて、侍のなりをされていますが、あなたは一体？なんと、無双斎様の弟子ですと？では、あの方は今、いずこに？それが、さようでしたか。亡くなられたとは残念でなりません。私は以前に無双斎様と交流があったもの。東の国はクガネの治安維持組織、赤星組の誠と申します。よろしくお願いします。無双斎様はシルバーバザーなる町に埋葬されたのですね。何分私はこの地に着いたばかりで土地勘がありません。よろしければお墓まで案内していただけませんか？わかりました。ありがとうございます。それでは参りましょう。はい。シルバーバザー、あ、間違えちゃいました。シルバーバザーというと、あ、ここ？じゃあもうチョコボで行くしかないやつ？ここか。ほんとこのマップ、都市間エーテライトのマップめっちゃ便利ですよね。じゃあこのチョコボに乗って、久しぶりに来た、ここの浦浜町。戦う感じ？早速。了解しました。
見事です。まごうことなき無双斎様の剣技ですね。加勢もせずに見入ってしまい申し訳ありませんでした。あなたが誠に無双斎様の弟子かどうか見極める絶好の機会だと思ったからです。それというのもあの方は滅多に弟子を取らぬ人でしたので。しかし私のくだらぬ疑いはきっとも簡単に晴れました。では改めてお墓へ参りましょう。はい、ここだったんだ。お墓、美しい海が見える場所に埋葬され、無双斎様も安らかにお眠りになれることでしょう。すでにお聞き及びかもしれませんが、あの方にはあなたの前にもう一人弟子がいました。そしてその弟子雨月が幕府の用人を斬殺した。師である無双斎様は弟子の凶行の責任を問われ切腹を迫られたのです。侍はみんな切腹して名誉を守るものですが、あの方はそれを拒んだ。そのことから無双斎様は貧菓子の国で命惜しさに逃げた卑怯者とされてしまったのです。言ってた、そうやって。しかし私は信じていました。あの方が単に命が惜しくて逃げたわけではないと。民殿の見事な剣技を見てわかりました。無双斎様は名誉の死に甘んじるよりももう一人弟子を育てることを選んだのですね。道を踏み外した雨月のことがさぞや心残りで、何としても正しき弟子をこの世に残したかったのでしょう。実は行方をくらまされていた雨月が先頃空間でにて目撃されたのです。あやつの目的は貧菓子の国の幕府を倒すこと。雨月の考えに傾倒する侍も少なくなく、闇で一派を形成して勢力を拡大しつつあります。無双斎様にお力添えをお願いするために参ったのですが、残念ながらそれは叶いませんでした。ご案内いただきありがとうございました。私は国へ帰ることにします。ちょ待てよ。手伝うよ。クイックサンドか。じゃあ、ルーラ派だな。意外と高いな、163ギル。ここから入れたはず。じいさんのこと伝えてくれてありがとうよ。祖国の人に墓参りしてもらえたならきっと喜んでるだろうね。そうか、悪党になっちまった弟子が姿を現したのか。気になるところだけど、クガネの問題だしな。その誠って人が解決してくれることを祈ろうぜ。じゃあまた顔出してくれよな。俺じいさんがいなくなってから寂しくてしょうがなくてよ。
レベル63、風雲石星組。ヨーミン、この宛にあんた宛ての手紙が届いたんだ。差出人は前にじいさんを訪ねてきたあの女侍の誠さん。一度会っただけなのに文をよこすなんて何事だろうね。ともかく開いて読んでみなよ。拝啓ミン殿、先日は誠にありがとうございました。あなたにお願いしたきことがあり筆を取った次第です。以前にお話しした雨月一派が我々の想定を上回るほど急速に勢力を拡大させています。お恥ずかしい話ですが、取り締まりを行う石星組の大使にも多くの被害が出ており、兵力の損耗ぶりは目を覆うほど、神出鬼没の雨月一家に翻弄され続けています。そこで無双斎様の弟子であるあなたにぜひともお力添えをいただきたく存じます。あなたにとっては遠い国の出来事かもしれません。ですが幕府が倒されれば、この国は再び戦乱の世に戻り、罪なき民にも尊大な影響が及ぶでしょう。故に恥を忍んで石星組への協力をお願いするのです。もし助力いただけるのであれば、久我根までお越しください。石星組遁書にて心よりお待ちしております。これってつまり、じいさんの心残りだった一番弟子の悪行を最後の弟子であるあんたが止めるってことだよな。でも協力するのかどうかは民次第だ。俺としてはじいさんのためにも力を貸してやってほしいけどな。お、くがねですね。任してください。くがねは無料テレフォンにしてありますから。着いた。石星組は ここだね。やっぱね、侍といえば久我根。見慣れぬ侍だが、そうか、君が誠の言っていた異国の侍だね。彼女は今、雨月一派の密談が行われるという紅玉会の杯島へ行ってる。しかしどうも帰りが遅くてね、心配なんだが、私はここを動くわけにはいかないんだ。君もしよかったら杯島へ、様子を見に行ってくれないか。わかりました。杯島ってさ、なんだっけ、未だにあの辺の島の名前を覚えてなくて、あそこか。また戦う感じですね。あ、やられてるじゃん。やばい。あ、間違えた、完全に。あ、間違えた、完全に。やれない。範囲攻撃をしようと思ったの。まあいいや、いつ倒そう。あ、なんかやられてる人もいるじゃん。
これはミンドロ、助かりました、ありがとうございます。ここでウゲジッパが密談を行うという情報をつかんだので、敵の動きを探るため先回りして潜んでいたのですが、奴らは我々が来ることを事前に察知していたようです。逆にこちらが待ち伏せを受け、仲間が裏切り者がいるんじゃね。東の国には厳しい身分制度があります。この者は乾村の貧しい農民の出でした。過酷な年貢を取り立てられ、生活は困窮を極めたと聞きます。そんな身分から逃れるために、制度の緩い特区であるクガネに渡り、赤星組に入って侍になったそうです。そしていつしか出世して、理不尽な身分制度を変えるという夢を持っていました。実は赤星組の男子は皆武家の出身ではなく、いわば寄せ集めの集団なのです。しかし誰もがこの者と同じように幽谷の志を抱いています。一方で右越は国を変えるためには幕府を倒すしかないという過激な思想に傾倒したで合ってる。確かに我が国は様々な問題を抱えています。されど幕府を倒してしまったら、各地の大名の覇権争いが再熱し、東の国はたちまち戦乱の世に逆戻りすることでしょう。太平の世を守るために、右越の野望は何としても止めなければなりません。それでは仲間の亡骸とともに赤星組屯所に戻りましょう。ほい。まさか敵に察知されていたとはな。死んだ仲間は残念だったが、誠を助けてくれてありがとう。彼女から聞いたよ。あの剣豪無双祭の最後の弟子なんだってね。君が我々の力になってくれるというなら大歓迎だ。ミンドも今一度意思を確認させていただきます。エンドはるばるクガネへ参られたということは、我々赤星組に協力してもらえるのでしょうか。いいよ。ありがとうございます、ミンドの。無双祭様の弟子が味方とは頼もしい限りです。それではあなたを赤星組の局長に紹介したいと思いますが、一つだけお願いがあります。それはミンドのが無双祭様の弟子だということを黙っていてほしいのです。あなたにとっては理不尽に思えるかもしれませんが、この国では無双祭様は大罪人ユゲツの育て親。あなたにも余計な疑いがかけられかねないのです。ただこちらの副局長であるシデンさんだけは、すべての事情を知り理解してくださっています。そういえば紹介が遅れたね。私は赤星組副局長のシデンという、我が国はお堅い組織なもんで何かと融通が効かないんだ。そうなんだ。土方歳三的な。先ほどもお偉方の手向かいのために動けなくてね。ちょうど現れた君に工業部会まで行ってもらったのさ。それでは組一の堅物局長の金剛を呼んでこよう。近藤さん的な。私会ったことあるっけ。ちょっと忘れちゃった。こちらの民殿が我々赤星組の強い味方になってくれます。エオルゼアから来た侍ですが、剣の腕は私が保証しますよ。
長なりよ。こんな異国のものを信用できるのか、ウゲジッパもしくは帝国の患者ではないのか。ミンドナはそんな方ではありません。身元も私が責任を持って保証します。まあどこの出身でも良いではないか。我々とて武家の出ではなく、元は農民や商人の出ばかり。身元が怪しいというのなら私とて同じだろうに。二人に免じてここは信じることにしよう。されどおかしな動きを見せてたら容赦なく切るぞ。怖いなぁ。すまなかったね。またもや月いっぱいに仲間を殺されたものだからすこぶる気が立っているんだよ。一派の全貌はまだわかっていない。月がどこに潜んでいるのかもわからないんだ。しかも今回の一件からするとこちらの情報が漏れているようだ。もしかしたら組の内部に患者がいるのかもしれない。そんな状況の中、今度幕府の重鎮である大老が異国の大使館を訪問するため久我根に来ることになっている。もし大老が上地一派に暗殺でもされたらそれこそ大変だ。赤星組総出で警備に当たることになっているので、その際にはぜひ君にも協力してもらいたい。頼んだよ。めちゃ嫌な予感する大老の暗殺といえば、局長のご無礼、私からもお詫びします。右下一派の捜査が一向に進まず、金剛さんも苛立ちを隠せないようです。では後日また赤星組豚所へお越しください。お待ちしております。はい。レベル65、松葉門外の変。絶対なんか事件起きるしょ。ミンドの一大事です。局長が金剛さんが切腹してしまったのです。え？不月を捕らえられぬまま多くの仲間を殺されたことを詫びるという旨が認められた文が遺体のそばに置かれていたそうです。大老の憂鬱の折とあって局内は混乱しています。局長の葬儀もままならず、副局長の紫蓮さんが局長代理に就任し、警備の指揮を取ることになりました。大老は幕府の重鎮、右月の格好の標的です。私は一派の潜入を監視するため、港の警備を任されています。こんな役回りをお願いするのは忍びないのですが、どうか民殿も私と一緒に小バトーバーで見回りをお願いしたい。かたじけなく存じます。どんな些細なことも見逃さず何かあればご報告ください。びっくりした。何？局長さん死んじゃったの？そんな急に。もうちょっと考えてから。コバトバ。ここでいいのかな？間違ったかも、下みたい。へい。うん。不審なものは見当たらない。私に血のついたお守りらしきものが落ちているようだ。
何か不審なものでも見つけましたか？血で汚れたお守りですか？確かに穏やかではないですね。それにしてもこのお守りどこかで。そうだ、これは局長の金剛さんのお守りです。間違いありません。いつも大事に首から下げていました。しかし局長は切腹したはずなのにどうしてこれがこんなところに。局長の遺体は見たのか？いいえ、少なくとも私は。まさか局長の切腹はでっち上げ、金剛さんは腕ジッパーに殺された。そんな、もしそうだとしたら赤星組の内部に腕ジッパーがいるということになります。そうね、情報漏れてたし。急いでラザハン大使館で警備する主伝さんに大量の身辺警備の強化を進言しましょう。どこだろう、ラザハン大使館。なぜ自然さんはここにいないのだ？なぜってほら、あの噂はご存知でしょ？例の大老のご立派な趣味ですよ。まさかあの噂は本当だったというのか。大老は部類の稽古好きで、公務と偽って各地とを巡っているというまことしなやかな話があるのです。それが本当だとしたら、大老がいるのは三条河外。きっと四殿さんもその警護に急いで向かいましょう。はい。この感じは。よし、ノーマルだ。お、四殿さんじゃない、あれ。四殿さん、まさか。君たちなぜこんなところに。巷の警備はどうしたのだ。やはり大老はラザハン大使館ではなく三条花町の牢にいるのですね。そうか、君も知っていたのか。なれば話は早い。ここは私が警備しておくから持ち場に戻れ。めっちゃ怪しくなってきた、急に。早いすぎる。お待ちください、四殿さん。くせ者がいたわけでもないのになぜ刀を。なぜ刀を抜かれていたのですか？やはり君は厄介なやつだな。あの時攻撃会で片付けるはずだったんだがね。はぁ。訪ねてきた異国の君もついでに始末しようとしたんだが、武装祭の弟子を侮ってしまったようだ。局長の親友だったあなたがどうして。私の生まれは貧しい農村でね、村民は大名の圧政に苦しんでいたが歯向かう者はいなかった。しかし重い年貢に耐えかねた私の両親はお上に異を唱えたんだ。するとだよ、たちまち両親は捕らえられて見せしめに火炙りにされてしまったのさ。なすすべもなく焼かれる父と母を見つめながら誓ったんだ。いつかこの不条理な世を変えてやろうとね。そして私は剣術を学び赤星組に入った。だが赤星組は所詮大門の御用聞きでしかなかった。やることといえば岡っ引きと大差ない市中の見回りばかり。何が侍だ、何が大義だ、そんなものでは世の中は何も変えられない。
そんな時にウゲツ様と出会って目覚めたんだ。世を変えるにはこの国の根本から覆さねばならぬと。すなわち幕府を打つほかないんだとね。不幸な境遇はお察しします。しかし幕府を倒したところで戦乱の世に戻るだけです。ははは、願ってもないことだ。故郷の暮らしは乱世のそれと変わらぬ悲惨さだったよ。品菓子の国は今一度戦乱の世からやり直すほかない。なんてことを、そんな世になどさせるわけにはいかない。やれやれ、刀は交えるほかないようだね。だが天下の赤星組が町人行き交う街中で大立ち回りを繰り広げるっていうのかい。すぐそこの松番門外広場で相手となろう。幸い大使たちは警備に出ていて邪魔もされぬ。全く君たちには面倒をかけられる。ちゃってる。助立ちに参りました。源もの一大事である副局長は家とつながっていたのだ。何これ、うん、ほら、あ、え、この、あ、つながってたんだ。いっぱいいるってこと？いっぱいじゃないか。雑魚敵から最近やっつけないと。え、でも、え、ターゲットは変えられない。視線をやれと、え、ターゲットが変えられないんですけど。嘘でしょ。え、どうして、え、変えられた。あ、よかった。やばかった。よし。ん？あ、金剛さん生きてた。ややこやしい人だと思ってすいませんでした。局長生きておられたのですね。
状況は承知している。わしは奴に闇討ちされたのだから。浴場までもすでに打ち損じていたか、頑丈な奴め。まさかお前が裏切り者だったとはな。頭の固いお前には分からないだろうが、この国は芸術様が勝てる。たわけが、もはや以前の聡明なお前ではないのだがな。切るしかないようだ。え？私はどうすれば？試練ですね。やったかも。終わりだ試練、観念してお縄を頂戴しろ。ふふふ、何も終わってなんかいない。金河岸の国の悪夢はこれからなのさ。ウゲチ様万歳。あ、しばしおったか、修羅に落ちたかつての友よ。次はあの世で会おうぞ。局長、よくぞご無事で。一体今まで何があったというのですか？いや、その前に礼を言わせてくれ。民度のこの度の努力に感謝する。そして先日の無礼を心より詫びたい。わかればいいんだよ。私からも改めてお礼を言わせてください。民度のがいなければ今頃どうなっていたことか。何の何の。しかしまさか自然に命を狙われようとはな。私たちは局長が切腹されたと聞かされていました。はっはっは、あまりにも事実とかけ離れたたわごとよな。上地一派を捕らえぬまま切腹するなど、それこそ侍の大義に反することだ。さて、ことの顛末はというと、真夜中に試練から話があると港に呼び出され、向かったところ間髪入れずに切りつけられたのだ。奴の歯の切っ先がわしのお守りに絡んだおかげで、なんとか致命傷とはならず海へ転げ落ちたのだ。あとは息の続く限りの我慢比べよ。それで痛いもなく試練は切腹などという嘘を。そして自然の他にも局内に右月一派がいると聞き、私はあえて東所に戻らず潜伏し続かれ、奴らを探ることにしたのだ。大量も無事で裏切り者を打つことができた。話の続きは自然の亡骸を運び東所へ戻ってからにしよう。民殿、この度の助力重ねて礼を申すぞ。
窮地に助力せんと遠い国から駆けつけてくれたというにあろうことが、わしはそなたに刃を向けてしまった。ましてや身内の患者にすら気づかぬとはな。おねるの愚鈍さを痛感した次第だ。しかしこれで赤星組の内部に潜んでいた上地一派は一掃できたということですね。ふむ、局内で捉えた者から一派の誘いの手口や一派へ属する者たちのことも洗いざらい聞き出せた。誘いを断った者たちは宝玉会の一件のように殺されたようだ。志を貫いた大使たちの無念を思うと胸をえぐられる。肝心の上地の行方は判明したのでしょうか。あやつは攻撃界を渡った先、ヤンサの地に潜んでいるようだ。しかし詳しい潜伏先まではまだ分かっておらぬ。それにしても対応は我々の苦労など知らず、牢で合流されていたとか。果たして我々は平和を守ったと言えるのでしょうか。天下太平に見えるこの国だが、諸国の大名たちは未だに国取りの隙を伺っている。大老が彼らの間を巧みに取り持っていることも事実なのだ。この国の女将が腐敗しているのは百も承知のこと。わしはそれでもなお尊き平和を守ることこそ侍の大義だと信じておる。大義を持つ異国から来た誠の侍を、ぜひとも今後も赤星組に協力をお頼み申す。いいよ。私からもお頼み申します。やはりあなたを弟子にとった無双さん様の目に狂いはありませんでした。